ジョン・キッド・ジョン・キッドは、イギリスの医師、科学者、地質学者である。ロンドンのウェストミンスターに、海軍士官の息子に生まれた。オックスフォード大学のクライスト・チャーチを1974年に卒業した。ロンドンのガイズ病院で有名な外科医、アストリー・クーパーのもとで、医学を学んだ。1800年に MD を受け、1801年に医学の学位。 mb を得た。1801年にオックスフォード大学の科学の准教授となり、1803年に教授となった。科学の他に当時オックスフォードでは教えられていなかった地質学、鉱物学をアシュモレアン博物館の地下通路で自主的に教えた。キットに地質学を学んだ学生にはチャールズ・ダウベニーやウィリアム・バックランドらがいた。1818 18年に 英国内会始会のフェローに選ばれた。オックスフォードの病院の院長も務め、1822年からオックスフォード大学の医学の教授に任じられた。1822年に王立協会のフェローに選ばれた。1834年にラドクリーフライブラリーの学芸員を務めた。1656年から毎年行われている。 英国内科医師会のハービィ公演の1863年の講師に選ばれた。科学の分野では1819年にコールタールを上流して得られたナフタレンの性質を研究し命名するなどの業績を挙げた。自然進学の立場に立つ学者で科学史学者のミルトン・ミルハウザー。ありがとうございます。